それから、それからは、夏目漱石の小説。1909年6月27日より10月14日まで、東京朝日新聞、大阪朝日新聞に連載。翌年1月に、春陽堂より観光、三四郎、それから、門によって、前期三部作をなす。定食につかず、毎月一回。 本家にもらいに行く金で裕福な生活を送る長い、大輔が、友人、平岡つね次郎の妻である三千代と共に生きる、決意をするまでを描く。作中世界は1909年であり、東京高等商業紛争、それから、の連載に先立つ、梅園の連載、日東事件などの作品外の事象への言及がある。1985年に、森田義光監督、 松田優作主演で映画化されている。2017年に、クリーにより、平野ら主演で舞台化。主人公の永井大輔は一軒家を構えて、女性の門の置き、父親の園長で悠々自適の日々を送る気楽な、次男坊で三十歳になろうかという男。成果は、事業で財をなし、大輔は卒業後も、職を得ようとはせず、世間とは距離を置いていた。そうした態度を、 父、特に咎められ、佐川という財閥のお礼状との婚儀を進められるが、大介にはその気がなく、生活態度も一向に改めようとはしない。そして、大輔を、第三と呼びにくからず思う兄嫁、梅子の愛情に甘えていた。対照的に、大輔の同窓生で親友の平岡は、大学卒業後は銀行に就職し、上方の支店勤務となる。そんな時、 大輔の同窓生で平岡とは共通の知人だった菅沼が大学卒業を目前にして母親と共にクスにかかって亡くなり後には北海道で困窮する父親と妹の三千代だけが残された三千代を深く愛しながらも夜術のない三千代の前途を心配した大輔は銀行勤めの平岡と目合わせて人を夫婦にしたのだっただが 三千代は、子供の死を契機に体調を崩し、歩行も、ままならないほどの身となる。その後、部下による、合金五百円、現在の価値で百五十万円ほどの使い込みが、支店長に及ぶのを避けるため平岡は、辞職を余儀なくされ、宝刀の後に三千代と共に上京し、大助に就職斡旋を依頼する。三千代の前途をもって自分が身を引き、 真面目な平岡に委ねることで三千代の幸せを信じていた大助だったが儚くも裏切られる結果となってしまった。真意を家族にも明かさず、自らを今めるように一人身を貫く大助の心には三千代を捨てたことで、自ら彼女の復讐と演奏を受け入れるという悲壮な覚悟があった。そんな一方で三千代の身を案ずる大助は、 平岡の不在時に家を訪ねては沈みがちな三千台の心を慰めていた。ようやく平岡は新聞社に就職が決まった。そんなある日、三千台が足を引きずりながら大輔の自宅を訪ねる。就職はできたが三千台の入院費や治療費もあって、平岡は氷菓子に多額の借金をしていた。三千台は大輔に五百円の借金を頼みに来たのだった。 三千代に頭を下げられた大輔は、自分が、それまで金には、不自由しない身だと信じていたが、愛する女性が恥を忍んで頭を下げるのにすぎ、用立ててやれないその実金に不自由な自信を自覚する。借金を受け負った大輔は、兄の生後を当たるが全く相手にされず、梅子に頭を下げて二百円を用立てる。それから、しばらくの後、芸者遊びも控えていた大輔が、 久しぶりに料亭に顔を出すと平岡とばったり、出くわしてしまう。平岡は三千代が、密かに金策に頭を下げているとも知らず、家計を帰り見ることなく、芸者遊びにうつつを抜かして、家に帰らぬことも増えていた。家にいても、面白くないと語る平岡に大介は、夫の企画を待つ、身の三千代への思いを募らせ、平岡への怒りを自制する。平岡に三千代を委ねたのは、 間違いだったという、激しい後悔が大介を災難でいた。梅子に縁談を断る意向を伝えた大介は、自分には好いた女性がいるのですと、心の内を告白するのだが、そうした冗談で兄嫁をからかったこともあった。大介の真意は梅子にも全く理解さない。思い詰めた大介は、三千代を自宅に招き寄せる。僕の存在には、あなたが必要だ。 どうしても必要だ。僕はそれをあなたに承知してもらいたいのです。承知してくださいと愛を告白する。三千代もその日、結婚前から大輔を愛していた。だが、愛する大輔に捨てられ結婚を圧旋されたので平岡に嫁いだ。大介の告白は、平岡と結婚する前の三年前に聞きたかったと三千代は、泣く。だが、大介は、経済的に自立しておらず、 半人前以下の身で愛する三千代を物理的に助ける術を持たない自らの見せめ、義教心から平岡に三千代を委ねたことへの後悔を責めるのだった。一方、徳は年老いて事業からの引退を考えていた。そして、これまで大介の好きにさせていたのは引退して、身の代を生後に譲るにあたって、大介の政略結婚で事業の安泰を図るためだった。 そんな徳の態度や老衰を理解しながらも三千代への告白を重い責任だと考える大輔は佐川の娘との縁談を断り徳は大輔の生活費援助をやめると宣告する。だが、え、生後、梅子は大輔が破談を申し入れたことも深刻なものだとは受け止めておらず梅子からは手紙とともに小切手が届いていた。その一方、と三千代は 密会を重ねていた。自分はどうしてもどうなってもいいからという三千代に、漂白という単語が大助の脳裏をよぎり、就職と真剣に対峙しなければならないと思い詰めていた。また、平岡にことと次第を伝える必要がある。大助は平岡に宛て手紙をしたためるが返事が一向に来ない。門のお使いにやると三千代が措当したとのことだった。三千代は病床で、 謝らなくてはならないことがあるので、大助の元に行ってくれと平岡に告げる。訪ねてきた平岡に対して大助は三千代を譲ってくれるよう頭を下げて頼み込む。平岡も三千代を譲ることを了承するが病針で、渡したのでは自分の義理が立たないから、せめて回復してからにしてくれと告げる。そして、二人は互いに絶好するのだった。 さらに平岡は三千代と大助の関係やことそこに、至った経緯を徳に、手紙で知らせていた。他人の妻に入れ上げて、婚姻を断り、挙句に、夫から事実を伝えられた徳の怒りは激しく、大助は、感動を言い渡される。さらに生後からも、他人の妻に入れ込むほど女に苦労していない身だと、言うのにどうしてこんな馬鹿げたことをしたとなじられ、兄夫婦からの絶縁をも言い渡される。 こうして大輔は、恵まれた生活や家族を捨て、愛する三千代を選んだ。そして、世間と対峙することを決意する。じりじりとした夏の日差しが照りつける中、大輔は職業を探してくると言って、街に飛び出すのだった。1985年11月9日、東映配給で全国公開された。文部省選定、青年、成人向き、日本映画ペンクラブ。 優秀映画鑑賞会、全国高等学校視聴覚協議会、日本 PTA 全国協議会、全日本教職員連盟推薦作品。1986年度の、第31回キネマ順等賞日本、映画監督賞、第10回放置映画賞監督賞、第9回日本アカデミー賞優秀作品賞、優秀監督賞、最優秀助演団優賞、小林薫、 最優秀録音賞、橋本文雄を受賞。DVD に収録されている当時の特報によると、当初は元ジャパンのスティーブ・ジャンセンとリチャード・バルビーリが音楽を担当する予定であった。文劇喫茶シリーズ、それから2017年5月3日から14日、俳優座劇場、ことぶき座と、水石やヒム、藤原スケ三崎、正と、雅人 松本博也、加藤良介、佐藤隆史、宮下優也、米原康介。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。